おはよう。最高やな、寝起きのミルク。新しい家族を迎え、新たな人生を歩み始めた夫婦。寝る。夫の智也さんは、生まれた時は女の子でした。で、初めて高校生の時、女の子を好きになったんです。あ、自分は男の子として生きたいんだって、初めて自分はトランスジェンダーだって認識しました。周りに言えず、自分の気持ちを隠した学生時代。今は戸籍上男性になりましたが、もっと堂々と生きていきたい。カミングアウトしていくことを決めました。これをきっかけに何かこう自分の中で変わる気はしてます。これから。結婚し諦められなかったのがパパになること。夫婦が選んだのは SNS での精子提供でした。気軽にいいよとも言えない部分はあるんですけど、まあ、自分たちの選択はそうだったし、後悔はないって言えるようにはしたいです。まあ女として生まれていろいろありましたけど、パパになれるの嬉しいですね。久しぶりに泣きました。キャム。二人の葛藤と選択、そしてパパ、ママになるまでを追いました。ジムのインストラクターとして働く智也さん。女性として生まれましたが、23歳の時に性別適合手術を受け、男性になりました。その後、あかりさんと職場で出会い結婚。二人で過ごす中で、子供が欲しいという気持ちが高まっていきました。最初は病院での精子提供も考えていましたが、第三者の精子を使った不妊治療を行っているのは16の医療機関だけ。さらに精子提供者の数が減っていて、提供を受けるまでに時間がかかるのが現状です。実際その精子提供の現状ってどんな感じなんだろうとか、そういう人たちが妊活する場合ってどうなんだろうっていうのを聞きに行きたくて産婦人科に行ったら、まあなんか、まあそういう、そう、こういうところでは無理やからっていう感じだったんで、そこで決心がついて、じゃあもう自分たちで探そうになったんで。2人は SNS で精子を提供してくれる男性を探すことにしました。シリンジ法のみ、ハッシュタグ精子提供で結構こんな感じで出てくるんですよ。重要視してるとこは何ですか？え、二重ですよね。奥さん二重やし、まあ、子供も二重やったら別に違和感ないかなじゃないですけど。二人を取材し始めたのは一昨年11月。この時はまだ智也さんが周りに元女性だと打ち明けていない人も多く、顔を出さない条件で撮影に応じてくれました。二人は精子を提供してもいいという男性と待ち合わせした場所に向かいます。どんな人やろな。明石やから近くて嬉しいんですよ。だからちょっとこれでよかったらすごいいいなと思うんですけど。そうそう、しっくりきた人を見つけたいところではありますよね。はい、相手の男性は兵庫県に住む20代。ちょっとしても行きます。場所決めてないってこと？そう、明石駅周辺でって。ちょっと待って、これやられたかもしれない。メッセージ送信できませんって。突然男性と連絡が取れなくなりました。開いたやん、ほら。あ、問題が発生しました。その人だけだったで、でも他の人は開けたで。え、やられたかな、まさか。うーわ、初めてやわ。どうしたらいいんじゃこれ。これ多分奥さん一緒に来なあかんかったやつかもしれん。僕一人で行きますで帰ってこなかったんで、
いやいや、な、それはやばいですよね。あかりさんが行かないことを伝えた後に突然途絶えた連絡。精子提供者の男性が性行為を目的にしていた恐れもあります。二人が SNS を介した精子提供に不安を抱いていないわけではありません。同じような悩みを持った人が多分これからの世代で絶対出てくると思うんですよ。なんかその時に自分たちのやり方がその人たちの悩み、選択肢の一つになったら多分すごい救われるとは思うので、なんかそういう意味でも、うん、頑張りたい、うん、思います。なるほどな。なんでなんでなんかいろいろなって、うん、専門家は病院を介さない精子提供について危険性を指摘します。一つは感染症、エイズとか肝炎とかが精液の中に混じってますので、そういうものがそういう提供を受けることによって感染、お母さんが感染してしまう可能性があります。でもう一つは遺伝的な病気で、もう一つは近親婚ですね。SNS とか見てるともう下手すれば100人子供がいるとかいう話がよく出てまいりますので、将来的に非常に心配しています。 SNS での精子取引を規制する法律は今はありません。国会では法整備して今後規制しようという動きも出ています。おかえり。精子提供者を探し始めてからおよそ1年、やっと精子を提供してくれる男性が見つかりました。え、何本九州、うん、考える時間がある方が考えすぎてしまうので、いつも通りの一日の方が気持ち的には楽なので。智也さんが一人で精子を受け取りに向かいます。1回の精子取引の値段は無料から数万円と様々です。相手の男性は兵庫県在住の30代。直接会った時、今までで一番印象が良かったのと、感染症などにかかっていないという病院の検査結果を見せてもらい、この男性に決めました。ちょっと緊張してきた。そのまんま精子を入れてもらう容器を持ち、男性の元へ。帰ってきましたよ。ここにいます。お腹ですよ。ちらっと見れます。見れますよ、もちろんです。ですね、中でも普通にこの容器だけお渡しして、で戻ってきはれましたね。温度変化に弱いと言われている精子、大切に扱います。ここだったら先端がシリコンですね、うん、でこうして先端にちっちゃい穴が開いてるらしいです。こう先一丁じゃなくてサイドにちょっと穴が開いてるらしくて。帰ってきてる。おかえり。いい感じの人やった。後で話すわ。後で話すわ。だから20分また連絡します。はい。初めての精子提供、子供を授かるための一歩を踏み出しました。なんか自分の気持ちがどう感じるんやろうっていうか、そっちの方の方が大きかったんですけど、実感がなさすぎて多分大丈夫。
そのいい人そうですごい良かったっていうのがめちゃくちゃ大きくて、うん、もうその一安心が半端ないですね、うんうんうん、その後も何度か精子提供を受け、半年後あかりさんの妊娠が分かりました。出て出た。どうやった？いやなんかあんま見えんくて。あれだ。まだ隠してたの？あでも多分男の子ってもか言われた。絵本読むよ。安定期に入り、子供を迎える準備が進みます。君が動き回れるのは子供が生まれたら二人で決めていることがあります。それはどうやって生まれたのかをきちんと伝えるということ。まあ、ある程度大きくなってきたら話も分かってきたらちゃんとも伝えますし、それまでも伝えていきたいなと思います。そう、みんなに望まれてみんなにお祝いされて出てきたんだよって自信持って言いたい。帰り、早かったね。タイミングかな。まあよかった。おおすごい。ドアップじゃん。お母さんもともと大きかったって毎回聞かれるわけよ。あかりちゃん大きかったから、そう、初見の感じで毎回言ってくるってことはでかいよ。よっぽど大きいよ。日々の成長を感じながら出産の時を待ちます。予定日より1週間早く智也さんから連絡が。失礼します。こんばんは。どういう状況ですか今？さっき連絡こんかったんで、もう自分から電話したら、もう分娩室入ってますって言われて。あかりさんに陣痛が来たため病院まで送り届けた智也さん。コロナの影響で夜は病院に入ることができません。病院の近くで連絡を待ちます。あかりちゃんとベイビーに向けて読もうと思ってたんで、だから持ってきたんですよ。あなたに抱かれる日は間もなくです。赤ちゃんに語りかけるように絵本を読んでいたその時でした。私たちと一緒にお産をしましょう。あなたの優しい声が。あ、電話かかってきた。もしもし。はい、そうです。はい、うん。ああ、はい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 、失礼します。はい、生まれたって。うん、よかったです。はい、うん、よかったですね。生まれた。あーちゃん頑張ったね。頑張りましたね、マジで。ああ、いや、なんかいろいろ感じますね、でも、女として生まれて、いろいろありましたけど、パパになれるの嬉しいですね。久しぶりに泣きました。見たらどうなるんだろう。大人かもしれないです。電気つける。頭ぶつかった。あー、泣いてるの？あ、青くん、もう青くんやな、これは。あーちゃんに似せそう、おめめ。うん、青くん、はじめまして。パパです。3300g の男の子が誕生しました。めちゃくちゃカメラ目線。うん、ああ、パパに。どうぞ。後ろな、ちょっとあれ、うん、ミルクなんだ。ミルク、うん。夢のまた夢だと思っていたパパに溢れ出てくるのはあかりさんへの感謝の思いです。二人で乗り越えてきた部分が多いので、その分愛情と感謝といろいろ
伝えていきたいですし、子供にも、ね、受け入れてくれたからこそ今がありますしね、みんなが。あかりちゃんには言わないですけど、自分もしんどかったんで、ずっと。ね、いろいろ考えますね、そこら辺は。終わったみたいな感じです。僕も子供が欲しい。二人の願いが叶った今、 SNS での精子提供について思うことは、やっぱりトラブルというかプラスなことばっかりではないと思うので、うん、この今の社会の現状でって考えたら、自分たちにはこの選択しかなかなかなかったので、うんうん、こうやって今のタイミングで子供ができて3人で暮らせてるのは本当に良かったなと思います。あかりちゃんも無事に出産を終えて元気な男の子出てきたっていうことやから今言えるんですけど、もちろんいろいろあるのも分かってますけど、リスクもあるのも分かってるんですけど、その選択をして本当に僕たちは良かったなって思ってます。はい、ね、こんな可愛い子が出てきてくれて、はい、笑ってます。2人で決めた選択、3人の生活は始まったばかりです。